はい、どうも、ジネス。今日なんですけども、大会前のあと3ヶ月ってことで、山本先生に、ね、コンディションチェックと、あと背中トレーニングをお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。どうですかね。さっきちょっとコンディションチェックしていただいたんですけども。そうですね、あと約3ヶ月弱、はい、ということなので、ここから4キロちょっと落とせれば、4キロちょっとですか仕上がると思います。結構楽じゃないですか、ここから4キロ。そうですね、まあ、もちろん筋肉をできるだけ落とさないで、落とさないですよ、ね、純粋に体脂肪だけで4キロ落とすということをやっていかないといけません、はい、なるほどですね。ってことは、むしろ取らなすぎるよりも、そこ落ちすぎたらちょっと調整するぐらいの気持ちでやった方がいい。そうですね、もうむしろ少しずつバルクアップしながら落とすぐらいの気持ちで、ゆっくりとゆっくりと落としていきます。わかりました。ちょっと背中が弱点弱点と言われているので、今日もよろしくお願いします。お願いします。まず最初、はい、インバーテッドチンギングですね、はい、いわゆる斜め懸垂なんですけれども、ちゃんとみぞおちまでバーが当たるように引いていきます、はいはい、アンダーグリップで持って、はい、アンダーもちょっとワイド気味ですね、はい、持ってでベンチに足を引っ掛けます、はい、で最初上体垂直、はい、垂直のところからこう体を反らせながら、はい、胸がつくまで上げていきます。スターダムチンギングなんで、これチンギングでこう体を反らせていきます、はいはいはい、ただあれだと胸まで完全にバーを引きつけるのが非常に難しい、はいはい、ただこのインバーテッドチンギングだと完全に最後まで引きつけやすいということもあるので、収縮をメインに考えていくためにはこの方が出てやすいです。なるほど。もうちょい広く広いです。このぐらいですね。はい。この続き踏まずに来て、はい、で上体垂直にしてから溝落ちがバーに当たるまで、で腰を完全に落として、ネガティブ4秒ぐらいかけてゆっくり下ろして、伸ばして最後まで引き付けます。伸展という動き、はい、そして肩甲骨を完全に寄せ切るということになって、広背筋の下から上全体、さらに僧帽筋の方まで全体的に鍛えることができます。なるほど。結構優秀な種目なんですね。かなりいいですね、これは。これは種目のどちらかというと最初の方に入れた方がいい。最初にやってしっかり背中を収縮させて、その収縮感を得たまま次のストレッチ系に移ります。なるほど。昨日先生サイマンさんの家で足トレして、うん、終わった後、放心状態で帰れず12時半ぐらいまで動けなかったんですよ。どうだよ。ちょっとあの方どうにかしてもらいたいですね。でなんかその後に体重が停滞してたらしく、山本先生に聞いたら足トレのミスが肺化をするって言われて、僕割と順調に落ちてきてるんですけど、かける12のハイカボを無理やり食べさせられるじゃないですか。一緒に食べたんですよ。結構体重が減る12ってしんどくないですか。結構きついです。ドリンク系のカーボパウダーとか使っていかないとなかなか食べられない。難しいですね。やっぱあれはかける12はもうマストなんですか。それくらいやらないとチートみたいなことですか。ならないですね、中途半端だと。ちょっとこの辺は後で停滞した時の打法みたいな形で先生に何個かお聞きしたいと思います。
これでしっかり収縮させたので、次はストレッチ、ストレッチ伸ばしていきます。はい。今度はですね、デクラインベンチにして、はい、サイドのプルオーバーをやっていきます。はい。こういう感じで肘を伸ばしたまま真横で。真横で。こういうふうに。はい。肘は完全に伸ばして、はい、で下に落とすというよりは、はい、遠くに遠くの方に。この辺でしっかり伸ばして、はい、ここまで、はい、こう伸ばしてこういう感じですね。真横ですね。この位置に上げるときは肘伸ばしたのずっと伸ばしたままどうしてますか。どこぐらいを戻すといいですか。この辺から垂直より直で、はい、で南米の持ち方は親指人差し指で、はい、こういう風にしてそうですね、はい、じゃあ伸ばしたまましっかり伸ばしてここまで、はい、切ります。上の方すごい効いてる。おぉ、すっげぇ。手垢でなんかデクラインするとなかなかないんで、すごい効きますね。普通のプルオーバーよりはこっちの方がよりストレッチかかりやすい。そうです、デクラインにすることによって最後まで負荷をかけやすい。なるほど。で、スタートでの負荷をちょっと弱められる。なるほど。フラットだと一番スタートできつくなってどん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 弱くなっちゃうんですけど、はい、デクラインにするとスタートで少し弱くてきつくなって、はい、まあ、だんだん弱くなると。なるほど。で、一番いい負荷のかけ方だと思いますね。
はい、OK です。ふぅ、おぉ、すげえ、めっちゃストレッチやばい。じゃあもう一種目、はい、ヘックスバーのローイングをやって、はい、すぐチニル、チニルという感じで、はい、ヘックスバーのローイングは上体45度ぐらいにして、はい、垂直に引く感じ、垂直に僧帽も狙っていく、はい、でこっちをチニルはワイドで、はい、僧帽の上部と中部狙いって感じですか。そうですね、こっちの方は。ヘックスって、まあ、最近やってるんですけど、持つ位置って、あ、もう真ん中でいいですよ、真ん中で同じですか。で、上体45度、垂直、はい、垂直に引いて、ネガティブ4秒ぐらい。1、3、4、2、3、4、2、3、4、4、2、3、4、5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 、
これはできるだけの回数いっちゃいましょう。さやさんとのソロ終わってからまだ多分11時間ぐらいしか経ってないよね。ボコボコです。種目で特に僕みたいにちょっとウエスト細くて、はい、やっぱキープするのに負荷かかりすぎちゃう人ってどうしたらいいですかね。なんか脊柱ばっかり疲れちゃう。やっぱり腰に来ない種目でしっかり負荷がかけられる種目となるとプーリーロー、プリーロー、シータとのプーリーロー、あれがあの筋電図の測定とかでも広背筋すごく効くことが分かっているので。そうなんですね。ここまでですね、ちょっとプーリーローができないということもあって、はい、ヘックスでやってるんですけど、プーリーローで高重量が扱えるんだったらあれが一番いいと思います。ああ、なるほど。普通にシーテッドの、そうですね、ケーブルで。フリーウェイトにこだわる必要は全然ないです。なるほど。まあ、低いっちゃ普通に水落ちぐらいで、通常の。これはですね、両方ありますね。あの総合狙うなら水落ちで、はい、後輩の下部狙うならもうちょっと下の方に、下の方に。引いちゃうと思います。どの種目も結局、フリーのちょっと高重量やらなきゃみたいなのってやっぱあるじゃないですか。それに関して先生どう思いますか？それはもう合理的じゃないですね。スクワットやらなきゃダメだみたいな人も絶対いるんですけれども、はい、全然そんな人ないです。もうハックでもレッグプレスでもスクワット以上の効果を出すことが十分可能ですし、はい、フリーウェイトにこだわる必要は全くないですかね。なんで僕が背中弱いって言われてきた理由って、なんかそれこそデッドリフト一切やらないんで、はい、まあ、ハーフぐらいはやるんですけど、まあ、それが原因だったりするのかなとも思ってたんですけど、それはやっぱもう関係ないです。全然そんなことないですね。関係ないですね。ってことです。皆さん一番効きやすくて負担のない種目、はい、狙った部位に直でいける種目を選ぶ、そうです、はい、ことが大事です。